皆さんこんばんは投資の隠れ家へようこそいらっしゃいました米国株が上昇してイケイケムードになっても日本株は下落しています AI にとっては大きな学習要素になると思いますので引き続き来週も AI 予想を参考にしてしっかりと利益を出していきましょうまた是非この機会にチャンネル登録をお願いいたします 今日の東京株式市場で日経平均株価は6営業日ぶりに反落し、前日、比330円30銭安の2万6119円も1 2銭で終えた、米国のインフレ減速や日銀が一段の政策修正を実施するとの思惑から、外国為替市場で円高ドル安が進み、投資家心理の重荷となった、前日発表の四半期決算が嫌気されたファスウトリテイリングの野郎が8%下落し、 1銘柄で日経平均株価を200円余り押し下げやがった12日発表の2022年12月の米国消費者物価指数 CPI の前月比の伸び率がマイナスとなった前年同月比でも上昇率は鈍化したわけ米国連邦準備理事会 FRB の利上げペースが鈍化するとの見方から外国為替市場で一時 1>, 1ドル128円台まで円高ドル安が進んだ、業績の改善期待が後退し、トヨタなど自動車株への売りが目立った13日の国内債券市場では、長期金利が日銀の許容する変動幅の上限を大きく超える場面があった日銀が来週開く金融政策決定会合で追加の政策修正に動くとの思惑が強まった金利の先高感が強まり、 リザヤの改善を意識した買いが銀行株に集まった三菱 UFJ などメガバンクが連日で昨年来高値を更新東証株価指数は6営業日ぶりに反落した終わり値は前日比5.10ポイント安の1903.08だった東証プライムの売買代金は概算で3兆4556億円売買高は14億7983万株だった 今日は寄り付きでは株価指数オークションとミニ日経平均先物1月物の特別生産指数 S9 産出に絡む現物株売買があった東証プライムの値下がり銘柄数は1171と全体の6割を超えた値上がりは597変わらずは70銘柄だった今後投資状況をこの動画で報告していきますのでぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは 明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな